今日もお城に行きます。わー、犬山城が見えます。どうですか？犬山城すごい綺麗です。でも今日は犬山城は行かないです。皆さんこんにちは、レクティちゃんです。今日は愛知県小牧市に来ました。史跡小牧山、ここに来ました。これからこの上には小牧山城があるんですけど、それを紹介しながら歩いていきたいと思います。小牧山城っていうのは、織田信長が、今川義元と戦って勝った後にこの美濃を攻略するために建てたお城になってます。でも実際今住んだのは4年間なんですけど、その後廃城になって、それで20年後に小牧長久手の戦いで羽柴秀吉を倒すために徳川家康がこのお城をリフォームして、なんかまた使ってます。ここ見えない？こちらの方にお城があるので、ここの山を久しぶりに登ってきます。階段なので、まあ結構登りやすいです。ちょっと久々なので、桶狭間の戦いで織田信長はすごい、なんか少ない人数でね、奇襲作戦っていうの、なんかその懐に飛び込んでいくっていうか、なんかその大勢の中に入って勝ち取った時はもうすごい嬉しかったと思います。ね、やっとなんか小牧城のなんか矢印が見えてきたんで、ちょっとこっち側に行きます。雷がちょっと鳴ってて集中力ないんですけど、美濃は道さんのね、息子の義辰がずっと守ってて、でもまあ義辰が亡くなって、辰沖がね、後を継いでるんですけど、信長もね、一生懸命美濃を取ろうと思って辰沖にいろいろ仕掛けてるけど、辰沖もすごい強くって、まあ守り抜いてました。なんかね、見えてきました。やっとこの雷の中ちょっと怖かったけど、あ、見えてきました。なんか見てください、小牧城です。小牧城です。雷と風が出てきて上がっていきたいと思います。あ、小牧市ここのちょっとね、説明見てください。永禄6年、織田信長が美濃に進出する太守のもとに地の利を得た。この山に目をつけ、清須町から移ると、移るとともに山全体を要塞化しました。のそういうお城になってます。天正小牧山合戦、天正10年の本能寺の変の後、信長の後継者問題で、次男信勝と秀吉が対立。秀吉は信勝を懐柔しようとします。でね、信勝はこれに応じなかったため、秀吉が反撃して、北伊勢を攻撃します。これで信勝は驚いて家康に助けを求めて、信長の恩がある家康はこれを引き受けて、自ら大軍を率いて清須に、ね、入ります。そして小牧山に軍を進めました。小牧山です。雨と雷がひどいので、ちょっと中に入ります。じゃあ雨も降ってるのでね、ちょっと一回入ります。雷すごいです。あとね、これ持ってきました。スタートします。で、どこ？どこ？
押します。よいしょ、押しました。まだこっち空っぽです。じゃあちょっとね、中をね見に行きたいと思います。2階には長久手の戦いの時のあのものがあったりとか、この辺のね歴史の資料みたいなのがありました。で、今展望台に来たので今からちょっと外を見たいと思います。まああいにくの雨なんですけど、ちょっと開けます。あー、こんな感じです。街が広がってます。あいにくの雨でちょっとこう見晴らしあんまり良くないんですけど、ここを見るとね、清洲城っていうのがあの辺に、あっちか、あの辺にあるみたいだし、あとまあこっち名古屋のテレビ塔って書いてます。名古屋ドームとかね、あの辺の霧の中にあるみたいです。ちょっとねぐるっと回ってみます。ここ、あ、見て、ここ長久手古戦場跡っていうのがあの辺にあるみたい。でもこんな感じで今はこんな街が広がってるんだけど、昔は何があったのかな、まあ、何にもなくて、もっともっと見晴らしが良くて自然に囲まれた、このさっきも言ったように要塞っていうの、この小高いお山になってたと思います。あ、ここ金華山、金華山が向こうに見えて、あの岐阜城がね、あの辺にあります。こんな感じです。もうなんか、まあ、昔っていうか、まあ、ここからの景色は織田信長も見てたし、徳川家康も見てたし、なんか同じ景色が見れるっていうのはすごいなんか感慨深いです。で、ね、ここにね犬山城っていうのがねあるんですけど、あの辺にあるんですけど、ここから多分徳川家康は秀吉とどう戦おうかなとかって見てた可能性もあります。小牧長久手の戦いはなんと8ヶ月間もの間行われたそうです。それでね、ここの小牧城から向こうの犬山城までの間にはものすごい数の砦が築かれました。小牧長久手の戦いの最初なんですけど、犬山城っていうのは羽柴軍の池田恒興が、まず奇襲して奪い取ったお城になってます。お城を取った後、恒興さんのねお婿さんである、武蔵丸も、鬼武蔵もここから、羽柴軍に入って参戦します。姑のね、活躍に功を焦った鬼武蔵は、犬山城から羽黒というところまで進出してきます。ここから、小牧長久手の前哨戦があった羽黒まで、あの辺のね羽黒まで行きたいと思います。行きます。小牧城降ります。お天気良くなってきました。行きます。お羽黒に行きます。お羽黒羽柴なんだっけ、羽黒だっけ、羽黒に行きます。羽黒にはね八幡林という激戦地があります。
ちょっと移動して愛知県犬山市羽黒に来ました。ここがさっき言ってた、八幡林の戦った跡になります。なんか神社、ここがね、この林がね、そのなんか舞台になった激戦地みたいな感じだったと思います。今もね、こういう風に林になってます。このね、あの八幡林の舞台で戦ったね、鬼武蔵の家臣のお墓がね、この近くにあるらしいので、今から探していきたいと思います。こういう住宅の中にありそうな感じです。で、この林でね、鬼武蔵が徳川軍に攻めようと準備してました。ちょっとね、看板があるので見てください。小牧長久手の戦いの前哨戦がここの羽黒八幡を中心に行われたため、八幡林の戦いあるいは羽黒合戦と言われています。それが、まあ、さっきも言ったけど、こういうこの辺一帯になってます。またね、雷がちょっと鳴ってるので、本当に怖いんだって、死んでる人もいっぱいいるから。そうなんですよ、雷落ちたらさ、それなんねんからさ。あ、あった、ここか。あ、ありましたあります。こちらはね、八幡林古戦場と野呂塚って書いてあるんですけど、羽柴秀吉方は、池田勝入って書いてるんですけど、これは先ほど言った、池田恒興さんのことです。で、犬山城を、奪取しました。美濃金山城主のこれは森長吉さんなんですけれども、こちらは3000の兵を率いて八幡林に陣を構えました。で、対する徳川軍の方は、四天王の酒井忠次と榊原康政です。奥平信政がいるんですけど、こちらは長篠城で活躍した奥平さんにあります。5000の兵で対峙しました。3月17日激しい戦いでしたが、徳川方のろくろ回しの戦術で、鬼武蔵の異名を持つさすがの森長吉も大敗してしまいました。森長吉の家来の野呂助左衛門さんは君主を守り奮戦しましたが、壮絶な死を遂げました。助左衛門の息子さんの助蔵さんも初陣でしたけど、父を助けようとして大軍の中投死してしまいました。それで野呂助左衛門さんの、お墓っていうか、ここに史跡野呂塚っていうのがあります。で、こちらにもね、こんなね、立派な大きな木が立ってて、まあ、ここで亡くなったんでしょうね。お墓の方も、お墓かな、ここにあります。お疲れ様でした。なんか野呂助左衛門さんなんですけど、君主の森長吉を守ろうとして、なんかここで、まあ、頑張って壮絶な死を遂げてて、またその初陣でここに初めて参戦した息子さんの助蔵さんも父を守ろうとして戻って亡くなってしまったっていう、なんか切ないっていうか、なんかすごいなって本当に思いました。